ました飯田、そして金子です。一旦下げて井上、そして浅田、ゴール前には宇高、そしてメンデスが構えているが、ここでボールを奪った石原。さあ湘南のカウンター、中央には大橋もいる、タリクも上がってきた。ああもういかないですね、ここは時間を使います。ここは京都の選手たちが取り囲んで、うん、さあ京都さんがボールです。まあでも良い判断だったんじゃないですかね、石原ね。はい、